こんにちは、森下アットホームの森下です。今ね、収録してるの5月なんですけど、びっくりしました。35度に気温がなっちゃったりしてますよね。いや、なんかものすごい日本って懐かしてるというか、もう従来の季節感ずいぶん変わってしまいましたよね。今日はですね、まあそういうなんか夏が非常に厳しくなってくるだろう、この日本という国で家づくりをとか暮らし方考えた時にね、この暑い暑い夏が本格的に来る前に、ちょっとこう急いでやっとく対策についてね、お話をしていきたいと思います。はい、どうですか皆さん、暑いの大丈夫ですか？もう僕ね、この体型なんて本当弱いんですよね。もうぐったりになっちゃうので、まあ、これはぜひそういうタイプの人はぜひちょっと一緒に情報を共有しておいてほしいんですけども、いつものようにね、僕の板書きちょっと見てもらいたいんですけども、夏がね、なんで暑いかっていうのは、もう1にも2にもね、太陽高度ですよね。太陽の高さがどん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 高くなるんですよ。で、夏じゃなくて、太陽が一番高度が低いのは冬ですよね。いわゆる12月の冬至って言われる時が一番低いわけです。その一方逆で、一番高いのは6月の夏至って言われてるところが高くなるので、まあ、もちろん5月1ヶ月前ですからね。7月は1ヶ月後でしょ。でいうと、その5、6、7で、まあ、気温というのは1回上がったら下がりにくいので8、例えば今頃は9までぐらい暑いので、結構もう長い冬のように長い夏っていう感覚もあるから、非常にこの太陽高度を気にするっていうこと重要なんですよ。だからまずこの暑さに対する対策の位置は、ストレートに太陽に対する対策なんですよね。これを、まあ、建築の専門的な言い方では日射遮蔽、太陽の日射を遮るっていう意味で、それを遮ってこう来なくするっていうやつですね。だからそれぐらい太陽のエネルギーってのは強烈なんですよ。で、それでね、これを結構日本の家屋は古くからはすごく気にしてやってきたはずなんですけど、まあ僕の記憶でいくとね、高度経済成長時代みたいな頃から、まあ要はどんどん人口増えてるから住むとこちゃんとりあえず作ろうよっていうような、こう結構バタバタした家づくりみたいなの中で、なんかちょっと薄れてしまったのかなっていうところですね。だからまずは夏の朝を考えるときに、もうとにもなくさず一番簡単で最も効果が多いのは日射遮蔽を考えるっていうことになると思います。で、これにはですね、古来日本ではもうそういう良いやり方っていうのがあって、それがすだれとかよしずとかって言われてるものですね。もうすだれとかよしずって僕も漢字で書けたらすぐ出てこへんぐらい、あんまり日常で使わない言葉ですけどね、若い子たちってすだれとよしずの違いって分かるんでしょうかね。一般にすだれって垂れてるぐらいなんで、こう窓を隠すように、まあひさしとか、まあちょっとその日陰も作って窓をこう下げて、まあ外付けのカーテンみたいなもんですね、っていうようなものをすだれって言われた。で、よしずはですね、まあ文字通りその足のそういう植物性のもので編んでですね、こういう立てかけるような、こういう日よけですよね。で、こういうものをまずこうしっかりやるってことですね。まあだからこれをちょっと今風で言うと、すだれなんかシェードとかいう感じですね。で、このあとはですね、まあちょっと民間療法的ですけども、グリーンカーテンね、これはプランターみたいな、ちょっと窓の前にこう並べといて、でそこからこう長い棒とかワイヤーとか縄でもいいんですけど、紐でもいいんですけど、家の方にこう吊っといて、それに植物を這わして、で夏の太陽をしっかり取ろうとする大きな葉をいっぱい作らせて遮るっていう方法ですね。で、まあ夏が終われば枯れちゃいますから、その頃はその時は撤去するっていう感じで、昔は、ね、朝顔とかそういうのやる人もいましたけども、ヘチマとかね、最近はねゴーヤですかね。ゴーヤはどんどんなるし、なったらビタミン C 豊富やから、ご飯にもおかずにもなるから、まあ一石二鳥いうところがあるので、まあ、そういうものでやる。まあ何でもいいんですけど もうまず日射遮蔽に関してやれてるかな、ね、家の設計としてちゃんと適正な日差し、窓上の日差しが出てたら、
それでもかなり効果あるんですけど、まあ、ただ太陽ってね意地悪で、ずっと真南にいるわけじゃなくて、東から登って西に行くじゃないですか。そうすると角度が太陽高度が高い季節なんですが、緩くなる瞬間いう時は日差しがいくらあっても効かない、ね、だからなんか朝暑っとか言って、で夜明け側の日が強くて暑っていう時は経験あるじゃないですか。あの時は日差しは効かへんということですよね。それから、まあ、西日が暑いっていうこともあるので、その時はこのすだれとかゆすとかシェードがよく効きます。で次にですね、これがもう冬と一緒なんですけども、まずは日射遮蔽のことがきちんとできたら窓の強化です。で窓の強化に関しては冬と一緒で二重窓とかですね、それからまあ夏版で言うと遮熱シート貼るみたいなところも少し有効ですね。今こう車にやるシールみたいなのあるじゃないですか。あれの住宅版って普通にホームセンターで行ったら売ってますからね。あれを貼るというのも有効ではあると思います。でただそれは遮熱だけなので、室内の、空調したものを外に逃がさないということでは二重窓とかいいと思います。この日射遮蔽がちゃんと考えられて窓の性能がアップしたらかなり暑さっていうのは和らぐんですけど、そこで気になってくるのが、じーっとしてるとなんかこうじりじりする、熱を感じるっていうのは、それは屋根の焼け込みですよね。太陽高度が高いですから、もう屋根まともに太陽当たるんですよね。でだから強い光でずっと炙られてるから、そこの熱が屋根を通じて下に落ちてくるということなので、ここではですね屋根でもいいし天井でもいいんですけども、まあこの壁の床壁の上側の天井部分の断熱の強化っていうのも非常に有効です。でよく僕がお話しているのは、日本家屋だったら屋根の小屋裏天井裏のスペースがあるので、体が入っていけるところであれば、そこで、セルロスファイバーとかグラスウールの吹き込み系のものをこう吹いて20センチとか25センチぐらいこう吹いておくと、もう随分違います。夏の2階ってめちゃくちゃ暑いじゃないですか。でもね、その20センチ25センチぐらいの断熱を孵化するだけで、2階から1階に降りてきた時、あ、1階涼しいって、2、3度違うよなっていう感じが2階に起こるので、1階はさらに涼しくなるって感じなんですよ。で2階で、ね、寝てることも多いと思うんで、2階のうだるような、もう寝られへん、暑かって寝られへんかったわみたいなのがもう全然マシになるし、翻って冬は今度それが生きて暖かくなりますから、絶対もう損しませんので、ね、一年中効くので、この窓に続いて天井の断熱もやってください。で夏はねあんまりちょっと恩恵がないんですけども、まあその断熱工事屋さん入れるついででちょっとお金プラスになると思いますけど、床下に潜れて、床下のからこう吹き付け型の発泡みたいなのも吹いてもらうとですね、断熱の強化と同時に気流止めって言われてる外壁とか間仕切りの下に、まあ、こう隙間があって、そこから滞留しちゃって、例えば湿気とか、まあ、冬だったら冷気が上がったり、まあ、夏場だったらまあちょっと外の外気が上がったりみたいなことが随分マシになるっていう、まあシャットアウトしますからね、いうことも兼ねますので、この断熱もですけど、気密が強化されるということがこの最後に言う4番目に効いてきます。で今の日本の夏はめちゃくちゃ暑いので、外気温が非常に高くなるんですよね。30度以上なんか普通でも、35度とかひどいとかだと40度ぐらいになるわけじゃないですか。40度ですよ、ね、お風呂ぐらいな温度になるわけやから、そしたらいてられへん。だから窓を開けて涼しい風入れるいても涼しくないんですよ。生ぬるいいうか熱い風が入ってくるってことになるので、やっぱりエアコンで空調して冷房するっていうことじゃないとあかんですよね。でその時に気密が良くないと、エアコンいくら高いもの買ったりしても、だから例えばもうすごい出力のある強力なエアコン高かったけど買ってんっていうお金にちょっとプラスしたら、気密を上げるための例えば床下のその断熱強化みたいなことできるので、気流止めが含めたね、まあそれも同時に天井もやらなあかんと思いますけども、そうするとですね、それはですね
エアコンみたいに10年で壊れたりしないんですよ。もう1回やったらもう 家の耐久年数はもうほぼ効くのでね、あの非常にあのなんていうんですかね、ちょっとお金かかったように目先見えますけど もう長く満足感があるし、で夏だけじゃなくて冬にも貢献してくれますから非常にいいわけなんですね。なのであのそういうちゃんとエアコンを使ってあの石油で量を取るっていうことを対策としてぜひやってほしいです。でそれでね、あのまあもう今鬼畜でもう住まれてる家の方に関してはですね、まずこの時期にですね、あまだあの家電量販店のエアコン屋さんも忙しくない、この時期に空調屋さんって人が忙しくない、この時期に、エアコンのメンテナンスしてほしいんです。まずは掃除です。まだあの買ってまわない数年しか経ってないったら掃除してます？どうですか、ほんまにしてます？去年のあのからしてます？僕も今ギクッとしてますけど、あのこれ やらんとあのね、すごい効率悪くなるしいうとこなんですよね。でエアコンってまあ耐用年数10年って言われてますから、例えば 10年ちょっと早いかなと思うかもしれませんけど、まあ、12、3年経ったり、あるいはもう15年以上使うことを言う人は、まあ、買い替えも考えてもいいんじゃないでしょうかね。今あの電気代が爆上がりじゃないですか。この前も報道であの各電力会社が国に 20-30% でしたかね、あの電気代上げるという承認を求めているということは、もうこれあのもう恒久的に上がるっていうと目に見えてると、まあ省エネ性の高いエアコンを選んでいることは、まあ、損失は得取れみたいな感じに僕はなると思うのでね、それもちょっと気をつけてほしいと思います。で最後にあとですね、エアコンの室外機ってあるじゃないですか、ありますよね。あのエアコンの室外機がですね、もし南側に出してあるお家だったら、あのエアコンの上に屋根付けたってほしいんです。あの箱で囲んだらいいんかっていう人、それはあかんですよ。箱で囲んだらあのいわゆるこうラジエーターが入ってて冷やしてたりとかしてることでヒートポンプが作用してるのがあの しなくなりますからね。あのだからこう頭だけ帽子かぶすみたいにエアコンの上に、もうあの極端に言うたらあの魚が入ってるような発泡スチロールのちょっと大きい箱みたいなのあるじゃないですか。あんなんでもいいです、極言ったら。あれ乗せただけでも全然違うんで、そうすると非常にエアコンが効率的に動くので、あのでまた冬になったら逆にそれない方がいいんです。太陽が当たってくれる方が暖房は促進されるので、まあ脱着がこう可能なものがおすすめです。だからお父さん頑張って日曜大工でどっか板切れでこう屋根作ったってあの外したりみたいな感じにされても全然 OK だと思いますので、ぜひあのそういうことをやってみてください。で最後にね、この空調関係のプラスであの思うのはですね、なんていうんですか、日中例えば、4人5人の家族で住まれてても、もう日中は1階だけにしか人がおらへんっていう家多いですよね。その時にね、怖いのがね、2階を閉めっぱなしにしてるお家多いんですよ。ではもちろんだから積極的に外気入れたら、なんていうんですかね、外が暑いからっていうところあるかもしれませんけど、ある程度の断熱ができてる家やったら2階が熱を溜めちゃう可能性もあるので、あの2階の窓のを開ける、まあそれちょっと日射遮蔽ができてる前提とかいろいろあると思いますし、あの換気扇で24時間換気扇でやるとか、あの昔の古い家やったらあのプラスの換気設備を設けて2階の換気を積極的にやって、なるべくこう温度を上がらないようにしたりするっていうような工夫もあの重要ですんでね。でないと1階と2階の間ってあの断熱してないから、2階が暑かったら下にももうめちゃくちゃ熱い熱ずっと移動してきてるんですよ。でずっとエアコンをそれをたたかなあかんからね。で極端に言うと、小さなエアコンを2階でつけっぱなしにしといた方があのトータルでええかもしれません。そこをちょっと詳しく実験してみなあかんですけども、そういうこともあるので、この最後は4つ目、空調の準備っていうことをやっていただいて、バランスよくですね、太陽と上手に付き合って抑えるとこを抑えるっていう形で、この暑い夏に対するね前準備をね進めてもらえたらと思います。はい、まあ、これ今言った話ね、リフォームのテーマだし、暮らし方のまあエッセンスだし、で新築建てるならその建てる時の基本的なあの重点優先順位ってことになると思うのでね、そこも含めて、まあ俺
新築から関係ないっていうんじゃなくて、新築だからこそ今言ったことがもうすでに盛り込まれているかどうかはぜひぜひくれぐれも見ていただいたらと思います。はい、まあ、こんな感じでね、家づくり暮らし方についてなんだかんだいつも解説をしてますので、よかったらねチャンネル登録をしてみてください。